回収の様子 SP-350 デニースは潜水円盤として有名な小型の二人乗りの潜水艇で最大潜水深度は400メートルである。ジャック・イブクス島によって出資されフランス海洋研究所の技術者であるジー・マラードによって設計された。1959年にカリプソ号に搭載され、 1996年に動線が沈没するまで運用された。電気式、ウォータージェット推進で推進も旋回も行う。どちらの乗員でも操縦できる。ウォータージェット推進を使用することにより、従来のスクリューが絡まったり破損する可能性のある海層や珊瑚症のある海域でも潜水して接近できる。しかし、 ウォータージェットの推進効率は従来のスクリューよりも低く、活動範囲は少なくならざるを得ない。耐圧角の上部の出入り口から出入りして、マットレス状に、うつ伏せで左右に並んだ状態で運転する。128mm の窓が3つあり、ハッチは15、75インである。4時間潜水できる。SP-350 は1から 2HP の 遠心ポンプを動力としており270度回転できる2機のジェットで軌道を制御する。浮力制御は内蔵された 55LT のバラストタンクと水銀トリムシステムで行う。非常時には300ポンドの水銀と400ポンドのバラストを投棄する。観測窓から外部の景色を見ることができる。電気照明により太陽の光の届かない深度でも観察したり写真を 取ることができる。前方に設置された電気式のマニピュレーターで資料を採取できる。厚さ10、75インの難航の耐圧角は、平田球場で直径が2メートルと前高が1.43メートルで、深度900メートル付近に相当する一平方センチメートルあたり90キログラムの圧力に耐えることが想定されているが、安全上三百メートルを超えて潜水することはできない。 電力は6台の鉛蓄電池から供給される。SP350 は潜水時に浮力を打ち消すためにバラストを積んで沈降し、緊急時には投機できる。水銀バラストを移動することにより姿勢を変える。100メートル未満の深度では緊急時に乗員は上部のハッチから脱出する。投入と回収は母船であるカリプソ号に搭載されたクレーンで行う。デニースには sp-500、またはプーセスと呼ばれる500メートルまで潜水可能な島域があった。ウエスチングハウスによって海洋研究所とジャックイブクス島のために建造された。最初の設計は1955年にでき、体圧核の試験は1957年に行われたが、ロープが切れて3280フィートに沈没した。この損失の後、 二番目の耐圧核が建造された。SP-350 の最初の試験は1959年に行われ1960年に最初の試験運用が始まった。1959年から1970年まで約750回潜水した。1976年、ブリタニック号の最初の調査の時にクストは SP-350 を 残骸の調査に使用した。それには沈没した客船を見るために、特別な乗客も乗った。ウィリアム・タントゥム、シーラ・マクベス・ミッチェルとミキス・ティーダン・イキスである。ありがとうございます。